親指姫。昔、ある村に一人の若い女性が住んでいました。一人ぼっちだった彼女は、子供が欲しいと毎日神様にお祈りをしていました。その彼女の願いが聞き入れられたのか、ある晩彼女の夢の中に神様が現れました。神様は彼女に一粒の花の種を与えました。この種をまいて大切に育てなさい。きっと素晴らしいことが起こりますよ。翌朝、目を覚ました彼女の手にはしっかりと花の種が握られていました。彼女は早速種を庭に植えて、毎日水をやり、大事に育てました。春になると、種から芽が出て、やがて赤いつぼみが一つできました。彼女はつぼみに顔を近づけて、口づけをしました。するとどうでしょう。つぼみがゆっくりと開き始め、中に小さな小さな女の子が入っていたのです。女の子は普通の人の親指ほどの大きさしかなかったので、親指姫と名付けられました。親指姫はいつもテーブルの上で、庭にやってきた小鳥たちと一緒に、きれいな声で歌を歌っていました。ある日の夜、いつものように親指姫が小さなベッドで眠っていると、一匹のヒキガエルが窓から家の中に忍び込みました。ヒキガエルは昼間きれいな声で歌っている親指姫に目をつけて、自分の息子のお嫁さんにしようとさらいに来たのです。ヒキガエルは眠っている親指姫をベッドごと丸飲みにして、自分の住処へ連れて行ってしまいました。翌朝、目を覚ました親指姫はいつもと周りの様子が違っていることに驚きました。沼に浮かんだハスの葉の上で、目の前には大きなヒキガエルが2匹ニタニタと笑いながら親指姫を見ていました。あなたたちは誰ですか？私を家に返してください。こいつはわしの息子だ。ハンサムだろ。お前は俺の嫁になるのさ。すぐに結婚式の準備をするから、ちょっとそこで待っていなさい。ヒキガエルたちは親指姫を置いて水の中に潜っていきました。親指姫はすっかり困ってしまいました。ヒキガエルとは結婚したくありません。しかし、周りを沼に囲まれたハスの葉の上では逃げることもできません。親指姫はとうとう泣き出してしまいました。すると、先ほどの話を聞いていた沼の魚たちが
親指姫の周りに集まってきました。魚たちは泣いている親指姫がかわいそうになり、ハスの葉の茎を切って葉っぱの上に親指姫を乗せたまま陸地まで運んでいったのです。こうしてなんとかヒキガエルの元から逃げ出した親指姫でしたが、自分が今どこにいるのか全くわかりません。親指姫は背の高い草の茂った森の中をさまよい歩き、途中で花の花粉を食べ、葉っぱから落ちる水の雫を飲んで飢えと渇きをしのぎました。夜が来て急に冷たい風が吹いてきました。親指姫は凍える手に息を吹きかけながら、木の根元に開いていた穴の中で震えていました。おや、あんたうちの前で何をしているんだい？穴の奥から急に声をかけられ、親指姫が振り向くと、そこには野ネズミのおばあさんが立っていました。その穴は野ネズミのおばあさんの家の入り口だったのです。お願いします、どうか一晩だけでいいのでここで休ませてくれませんか？かわいそうに、お腹も空いているようだね。さあ、もっと奥に入っていらっしゃい。野ネズミのおばあさんは親指姫を家の中に招き入れました。親指姫は家の中で暖炉の火で体を温めながら、お腹いっぱいごちそうになりました。そして藁でできたベッドに横になり眠りにつきました。親指姫は野ネズミのおばあさんのお手伝いをしながら、ここで一緒に暮らしていくことにしました。ある日、野ネズミのおばあさんが親指姫に言いました。どうだい、近所の穴に住むモグラの嫁にならないかい？あいつは頭もいいし金持ちだし、暮らしに困ることもないよ。親指姫は気が乗りませんでしたが、野ネズミのおばあさんの顔を立ててモグラとお見合いをすることになりました。そしてお見合いの日、モグラが親指姫の家にやってきました。モグラは黒い大きな眼鏡をかけて毛皮のコートを着ていました。親指姫は得意な歌を歌ってモグラを丁重にもてなしました。するとモグラは親指姫の歌をすっかり気に入り、それから毎日のように親指姫はモグラの家に招かれるようになりました。けれども親指姫はモグラのことも、深い穴の底にある真っ暗なモグラの家も、どうしても好きになることができませんでした。ある冬の日の朝、親指姫が家の前を掃除しようと外に出ると、ちょうど穴の入り口に一羽のツバメが倒れていました。どうやらこのところの寒さのせいで凍えて飛べなくなっているようです。まだ息があったので、親指姫はツバメを家の中に運び、藁をかけて体を温めてやりました。親指姫は冬が終わるまで家の手伝いの合間を縫ってはツバメの看病をしていました。
やがて春になりました。ツバメもようやく元気になり、元通り空を飛び回れるようになりました。助けてくれて本当にありがとう。お礼にあなたを南の国へ招待します。南の国は一年中暖かくて食べるものもたくさんありますよ。ありがとう、ツバメさん。でも野ネズミのおばあさんは私の恩人なの。おばあさんを一人残していくことなんてできない。ごめんなさい、ツバメさん。ツバメはとても残念そうに親指姫に別れを告げ、一人南の国へ飛び立っていきました。季節は夏になり、とうとうモグラが親指姫に結婚を申し込んできました。よかったね。これで私も安心だよ。さあ、夏の間に結婚式に着るドレスを作っておくんだよ。式は秋だからね。おばあさん、どうしても結婚しなくてはダメですか？私はずっとおばあさんと一緒にいたいのです。何バカなことを言っているんだい。さあ、早く準備にかかりなさい。親指姫は自分の部屋に戻って、仕方なくドレスを縫い始めました。モグラはお日様の光が苦手ですから、モグラと結婚すると毎日深い穴の底で暮らすことになるのです。そうするともう二度と小鳥たちと一緒に歌を歌ったり、お日様の下をお散歩することもできなくなるかもしれません。そう考えるとだんだん悲しくなってきて、とうとう親指姫は泣き出してしまいました。ついに結婚式の朝がやってきました。親指姫は最後にお日様の光をいっぱい浴びておこうと、まだ肌寒い中一人で外に出ました。するとそこに聞き覚えのある鳥の鳴き声が聞こえてきました。ツバメです。あの時助けたツバメがもう一度親指姫を迎えに来たのです。さあ、私と一緒に行きましょう。今度こそ南の国へ。ツバメさん、本当にありがとう。でもダメです。やっぱり私はおばあさんに迷惑をかけられないのです。親指姫は今すぐにでも逃げ出したい気持ちを必死にこらえてツバメに言いました。するとその時です。私のことは気にしなくていいんだよ。お前の好きな場所へ行くといい。親指姫が驚いて振り向くと、そこには野ネズミのおばあさんが立っていました。結婚はお前のためを思ってのことだったんだけどね。それが逆にお前を苦しめていたんだね。ありがとう、おばあさん。私はやっぱりモグラさんとは結婚できません。ツバメさんと一緒に南の国へ行きます。さようなら、おばあさん。どうかお元気で。お前のおかげで
毎日楽しかったよ。どこに行ってもお前は私の大切な娘さ。親指姫は野ネズミのおばあさんに深々と頭を下げた後、ツバメの背中に乗り、南の国を目指して旅立っていきました。ツバメは親指姫を乗せたまま何日も飛び続け、やがて南の国へたどり着きました。そこは一面きれいな花が咲いていて、小鳥や蝶々が飛び回っている暖かい場所でした。ツバメは大きな赤い花の上に親指姫を下ろしました。その花の上には親指姫と同じくらい小さな男の子がいました。王子様、親指姫をお連れしました。ツバメが男の子に頭を下げました。なんとこの男の子は花の妖精で、この南の国の王子だったのです。ツバメはこの王子の命令で親指姫をここまで連れてきたのです。王子は親指姫を笑顔で迎えました。ようこそ南の国へ。さあどうぞこちらへ。王子は親指姫の背中に妖精の羽をつけてあげました。そして二人で花から花へと踊るように飛び回りました。やがて二人は結婚して、この暖かい南の国で仲良く幸せに暮らしました。